この度、10月のですね、26日のケアマックスをもって、一区切り、引退を決意させていただきました。最後の最後にファンの方たちに喜んでもらえるよう最後の最後まで一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。まあ、本当に私自身もですね、思い入れのある、強い、選手でありまして、本当に K1 ワールドマックス創世期の頃からやはり、正人選手、小比類巻選手とともにですね、ずっと支えてきて、いただいた。そして、昨年の年末でも、川尻選手として試合をやってもらったりですね、本当にあの数々の思い出深い、名勝負をやってもらっている、武田選手で、まあ、性格とか戦いぶり、その男らしい生き様、本当一ファンとしてもですね、非常に好きなあの選手で非常に残念なんですが、その武田選手の、対戦相手を発表したいと思います。対戦相手はですね、最後の最後、アルバート・クラウスに決定しました。はい、ですね、最後との最後ということで、谷川さんの方からは、何人か対戦候補を挙げてもらってたんですけどね、その中でやっぱり自分らしく一番強い人、を選ばせていただきました。クラウス選手以外のチャンピオン、マサ選手、ブアカオ選手、サー選手とは一度拳を交えたことがあったんですが、クラウス選手だけまだ、戦ったことがなかったので、そしてその中で一番強かったのはクラウス選手ということでクラウス選手を選ばせていただきました。まあ、最後ということで、谷川さんの方からは、勝てる相手でもいいんじゃないかというお話をいただいたんですが、やっぱり自分らしく、武田構造を貫きたかったので一番強い選手を選ばせていただきました。まあ、まずこのタイミングで、そしてその K1 という舞台でその引退を決意したのは、なぜだったんでしょうか。ですね、年齢もあるんですけど、一番やっぱり大きかったのは、去年の年末ですかね、そのガージー選手との試合で、立ち技の代表としてね、総合選手と戦わせていただいて、ああいう結果になってしまいまして、やっぱり立ち技の、人間として責任を取らなくちゃいけないのかなというか、けじめを取る時期が来たんじゃないかという思いがありますね。あとは、プライベートのことなんですけど、3月に、2人目の長男が生まれまして、で先日ですね、父が他界しまして、武田家にはその男というんですかね、男が自分一人だけになっちゃったんですよね。それで、まあ、自分のファイトスタイル、自分の戦う姿勢というのはあくまでも命を張るというのが自分 のファイトスタイルなので、それがあと何試合できるかどうかというのがすごく自分の中に疑問が出てきたんですよね。それでリングに上がるからにはそう命を懸けなくてはいけないので、それがあと何回できるかというふうに考えたときに、もうずっとはできないというふうな考えになりました。毎試合自分は最後のつもりでやってはいるので、一応今度の試合もですね、そういう自分の気持ちもありますし、対戦相手も対戦相手ですので最後になるつもりではやります。自分は新日本という知性館というところに所属はさせてもらっているので、来年、そちらの方でももし恩返しできるというか、ファンの方たちのリングの前に立つ体がまだ体力が残されていたらやりたいとは思っているんですが、
一応今回で区切りをつけたいなと思っております。